はい、どうもハコンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、究極打撃筆頭で裁く猛者、究極上太郎ですね。では、アビリティの方とかパーティーを見ていきましょう。ではまずリーダーですね、タロスケ先導、何も死ぬことはね見せてやる。そしてゴー太郎ですね、拡散共闘シルバーフェイク世界、死神の世界ですね。そしてカオジーですね、ハイパーヒール俺だった、殺しに来てくれ、焼けをつけてます。そして、シアハですね、援軍のスキルゲージ回復お席どうぞ、 ADK ブーストですね。そしてフレンドにはキラーを入れております。ハイパーヒール付きのキラーを選択させてもらってます。一応クリアしましたというような動画としてご覧になってください。はい、ではですね、タロスケでいきなり CSS、ゲージはあんまり溜めなくていいです。攻撃を受けますが、まあとりあえずは無視でいいです。はい、倒せましたね。じゃあこれで終わります。さあ攻撃力が下がりましたが、いきまーす。はい、1ラウンド無事クリアですね。はい、続いて第2ラウンドです。ここはシアハがあるんで、タロスケで行きたいところではあるんですが、ね、ナイフがちょっと怖いので一応シアハで、シアハじゃないですね、黒川尻で、シアハでですね、バイザーダストを仕掛けておきます。さあバイザーダストが発動しました。はい、ではですね、続いてゴー太郎で倒していきます。タロスケですね、ゴー太郎じゃないですね、タロスケで倒していきます。さあ今度は CS が打てなくなってますが、一応いるのがね、ハイパーヒール次が2体いるんで安心して打っていきます。はい、第2ラウンドクリアです。続いて第3ラウンドですね。いきなり攻撃して痛いですが、まあ大丈夫です。では行きます。
3ラウンドぐらいまではね、ダロスケでほとんど倒していけます。さあ打っていきました。ここでですね、警長が死亡時コンボカウンターをしてくるんですが、まあ、ここも関係なく倒しちゃいます。死亡時カウンターをしていきますが、俺だった発動で難なく終了です。はい、続いて第4ラウンドですね。ちょっとここが面倒といえば面倒ですね。まずは黒川尻で CS を張り、まあどうでもいい感じなんですが、何かのマークに見えてきた。はい、さあ今度はいろいろと攻撃を仕掛けてきますが、まあ、ダメージを負うようにしたいところですね。さあ続いて太郎付けで倒していきます。爆発自体がね、5万なんで、まあダメージさえ負ってなければどのユニットが来ても大丈夫という形になってます。さあ続いて増援に城太郎が出てきました。いきなり走ってくるのでちょうど良かったりします。割と多く攻撃力が上がっているので問題なく4ラウンド終了です。そして最終ラウンドですね。もうちょっと、ヒットポイントが、ね、少なければよかったんですが、さあ行きましょう。一応貼っておきます。おお、意外な方がやられてしまいました。さあここで太郎介が、まあ倒しきれるのか。倒しきれそうですね、うん、倒しました、よかった。さあ最終増援です。ここでいきなり城太郎が CS を打ってきてくれます。
CS を打ってきて、皆さん集まっていってます。城太郎が浮かび上がる。やられてしまいました。しかしバイツァーダストが発動。というわけですね、バイツァーダストが発動してくれました。では、いきましょう。今度はタロウスケ CS で、倒せたか。倒せました。さあもう今度は安心していけます。はい、無事倒すことができました。よかったです。無事クリアすることができました。ありがとうございます。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。結構欲しいかなっていう感じの、エキスバです。エキスバじゃない、究極ですね。ではまたどっかでお会いいたしましょう。ではラサバタイ。